オートクレーブ、オートクレーブとは内部を高圧力にすることが可能な耐圧性の装置や容器、あるいはその装置を用いて行う処理のこと。科学分野では特殊な化学反応を行うため、医学や生科学では病原体などを死滅させる滅菌処理、オートクレーブ滅菌のため、工学では炭素繊維強化プラスチックなどの複合材の成形、オートクーブ成形や、 人工スレートなどのコンクリートの養生、オートクレーブ養生のためなど、様々な分野で、それぞれ目的に応じて使用される。圧力鍋や、それを用いた調理もオートクレーブの一種である。高い圧力下では、多くの化学反応が、常圧、一気圧の場合よりも早く進行し、また常圧では、ほとんど見られない反応も起きることが知られている。 また水分を含む物体を加熱する場合、常圧下では1気圧の水の沸点である摂取100度付近で、物体内部の水分の大部分が水蒸気に変わり失われてしまうが、高圧下では沸点が上昇し、摂取100度を大きく超える温度でも、水分を保持させたまま物体を加熱することが可能となる。これによって、高温状態の水や水蒸気によって、 特定の化学反応を早く進行させたり、物体内部への浸透性を高めたりすることが可能である。これらの現象を利用して、耐圧容器、耐圧装置の内部に飽和水蒸気や水素ガスなどの機体を入れて、さらに高圧、場合によっては高温高圧にすることで、容器内部に入れた物体内部で特定の化学反応を早く進行させるのがオートクレイブの原理である。水。 水蒸気を用いるオートクレーブ処理は水を入れた密閉容器を加熱すれば高温高圧の状態が得られる最も簡単なオートクレーブの例である。またその装置の機構も比較的単純で済むことから医学や材料科学など様々な分野で利用されている。オートクレーブ処理のための装置では耐圧生活内部で進行する化学反応によって腐食されない材質。 ステンレスなどが加圧される部分に使用される。大きさは数十センチメートル単位のものから数十メートルに至る大型の装置まで様々である。医療や生物学実験の分野においてオートクレーブは通常、高温高圧の飽和水蒸気による滅菌、オートクレーブ滅菌、高圧蒸気滅菌処理のための装置、高圧蒸気滅菌機、あるいはその処理のことを指す。 これらの分野では、医療器具や薬剤あるいは実験用の試薬などに対して、空中雑菌などの様々な微生物が混入し、院内感染や実験の失敗などの様々な問題につながることがある。このため、これらの器具や試薬類には必要に応じて、適切な滅菌処理を行う必要がある。滅菌にはいくつかの手法が存在するが、オートクレーブはその中でも最も普遍的かつ、 用途の広い方法の一つである。微生物の滅菌を行うとき大きな問題になるものに一部の細菌が形成する画法の存在が挙げられる。画法はバシラス属やクロストリジウム属などの一部の細菌が生育環境の悪化に伴って形成する体型の構造であり、温度や薬剤などによる殺菌に対して極めて高い抵抗性を示す。 通常の生物は摂氏100度の湯で煮沸すると、ごく短時間のうちに完全に死滅するが、画法は通常の生活環境に存在する生物の中では、最も耐熱性が高く、30分間以上、煮沸しても生き残り、完全に死滅させることはできない。画法の状態にある細菌まで完全に殺す、イコール滅菌するには、より高温での処理が必要となる。 オーブンと同様の原理による、関熱滅菌では、摂氏180度30分以上、または、摂氏160度1時間以上の加熱によって、画法を完全に殺すことが可能であるが、この方法では水分を含む物体や、培地などのような水溶液そのもの、あるいは高熱に弱いプラスチック類を滅菌することが、できず、金属やガラス器具だけにしか使えないという欠点がある。 これに対して、オートクレーブ滅菌では、通常、2気圧の飽和水蒸気によって、温度を摂氏121度に上昇させ、20分間処理する、ことで、対象物の水分を保持したまま、しかも寒熱滅菌より低い温度、短い時間で滅菌を行うことが可能である。これはオートクレーブが、水分存在下での加熱、湿熱であるため、高温で促進された。 加水分解反応によって微生物を構成する生体高分子の分解が促進される分、寒熱よりも効率よく滅菌されるためだと考えられている。これにより、ほぼ全生物を死滅させることができる。代表的な抗体級生物であるジョボシラススティーレザーマファラスの魔法やクマムシも、失熱には弱くオートクレイブで死滅する。一部の超高熱菌、 メサナパイラスキャンドラーイやパイロラバスフマリーなどは酸素が十分に入らなければオートクレーブに耐えることができ条件によっては増殖する可能性もあるがこちらは常温環境に存在しないため通常の操作で気にする必要はないオートクレーブは水分を保ったまま比較的低温で滅菌できるという特性を持つため関熱滅菌が使えない水分を含む物体や 水溶液のほか、ポリプロピレなど、比較的高温に耐える一部のプラスチック製品も含め、極めて広い対象を、比較的簡便に滅菌することが可能である。ただし、摂氏120度以下で変質するような、熱に弱い成分、一部のタンパク質や、ビタミンなどを含むものや、熱に弱いプラスチック器具を滅菌することはできない。また、分子生物学分野でのコンタミの原因の一つである。 ライボーヌクリースや医療上コンタミの原因になる内毒素であるリポタトーなどはオートクレーブによって除去することはできず異常オプリオンについても通常のオートクレーブの条件では感染性を失わせることができない通常オートクレーブ滅菌は摂氏121度2気圧タイラーツプラス15ポンド平方インチで20分処理という形で行われるが一度に 大量の培地を滅菌する場合などには、培地内部の温度上昇に時間を要するため、より長時間を行う必要がある。また一部の細菌用培地などには、摂氏115度、約1.7気圧、平方インチで滅菌するものもある。また異常プリオンについては、摂氏132度1時間によって感染化を1000分の1に減弱させることが可能であり、 焼却などの完全な処理が不可能なケースについては、このようなオートクレーブによる減弱化を用いる場合もある。要は、圧力釜である。簡単、少量の処理であれば料理用も利用可能である。古典的なものは、円筒形の艦体を持ち、上端に蓋があり、蓋には排気口、温度計、圧力計を備える。そこには排水バルブがある。 そこの排水バルブを閉めた状態で、これにまず水を入れ、その上に専用のカゴに入れた培地などの資料を入れ、蓋を閉じて固定する。次に上の排気口を開け、加熱していくと、当初は排気口から空気が出てくるが、次第に湯気が吹き出すようになる。そこから内部に水蒸気が充満する頃合いを見計らって排気口を閉じる。その後温度と圧力に注意しながら、 加熱を続け、時間を見て、加熱を止め、内容が十分に冷えた後に取り出す。加熱は、ガスバーナーによるのが普通であった。現在では滅菌用オートクレーブ装置には、電気式の比較的小型のものが用いられており、シーケンサやリレー回路、タイマー等の使用により、温度と時間を指定するだけで蒸気のような滅菌処理一連の動作を自動的に実行する製品も普及している。 オートクレーブ処理を適正な温度、圧力で行うためには、釜、加圧のための容器部分の内部が、飽和水蒸気で満たされている必要があり、空気が大量に残っていると圧力の上昇が遅くなって滅菌が正しく行われない。このため、加熱初期には釜に取り付けられたバルブが開いた状態で、空気を逃がし、摂氏90度を超える頃に、自動的にバルブが閉じて、釜が密閉され、 温度と圧力が上がる仕組みになっているものが多い。なお、理科教育振興法に定められた設備には、オートクレーブも含まれているため、高等学校の理科室、生物室にはオートクレーブがある。病理組織固定にホルマリンを使用する場合、ホルマリンにより、タンパクに過強構造が生じてしまう。免疫組織化学的染色を行う場合、この過強構造を外す作業を、 高原の不活化としてオートクレーブを用いることがある。科学の分野においてオートクレーブは大気圧以上の圧力に耐えて化学反応を行うことが可能な反応容器で特にバッチ式で核反を可能とする機構を備えているタイプのものを指すことが多い。核反が不可能なバッチ式の耐圧反応容器は空間と呼ばれることもある。オートクレーブが 化学反応に用いられるようになったのは19世紀後半になってからである。1860年代に1気圧下では液化不可能であった二酸化炭素が加圧化では液化することが発見され、高圧化学に興味が持たれるようになった時期と大体一致する。またこの時期はコルベシミット反応や金属触媒による水素化反応といった オートクレーブの利用が有効な機体との反応が次々に発見された時期でもあり、急速にオートクレーブの使用が一般化した。化学合成の中でも工業的に特に重要なのは水晶の合成である。オートクレーブ内に天然水晶の大型ラスカを株に入れ、上部に種水晶を吊るし、アルカリ水溶液を満たして密封し、高温高圧、約摂取350度。 90から145音パに保つ。高温高圧の環境下で減量のラスカはわずかに溶解し、飽和状態となる。下部に比べ上部の温度を低くすることで内部に熱対流が発生し、飽和溶液は熱対流によって温度の低い上部に運び込まれる。上部は過飽和状態となり、主水晶表面に水晶が再結晶化し、成長する。成長速度は、 1>, 1日あたり0.4から0.5ミ、mm、リメートルの速度で40日程度から長いもので200日以上を要する。得られた水晶は宝石として使用されるほか、水晶振動子として、クオーツ式時計に用いられる。加圧して反応を行うのには以下のようなメリットがある。ある溶媒を用いた反応をその溶媒の1、気圧における沸点以上の温度で行いたい場合がある。 この時、不活性ガスを用いて圧力をかければ沸点が上昇するので1、気圧における沸点よりも高い温度で反応を行うことが可能になる。機体との反応を行う場合、その反応速度は機体の溶解中の濃度、すなわち溶解度が高いほど加速される。ヘンリーの法則の通り、機体の溶解度はその圧力が高いほど高くなるので高圧での反応が利である。 また機体を溶解させるには攪拌して、機体の泡を溶液に抱き込ませる方法が効率的である。そのため、単なる風間よりも攪拌装置を備えたオートクレイブの方が有利となる。また加圧することによって平行が生成系へ移動したり、反応が加速されたりすることがある。反応ギブズエネルギーの圧力による変微分は反応による体積変化であるので、反応により 体積が減少するような系では、加圧により平行が生成系側へと移動する。同様に活性化ギブズエネルギーの圧力による変微分は繊維状態へ移行する際の体積変化であるので、コンパクトな繊維状態を取る必要がある反応。例えば感化反応では、加圧により反応が加速される。複合材料の成形工程では、炭素繊維やアラミド繊維等に、 熱硬化性樹脂を含振して積層後、オートクレーブで加熱して成形する。自動車や航空機のカーボンモノコックやテニスのラケット等のスポーツ品等に利用される。ただし、オートクレーブでの成形には余熱、加熱、除冷時間がかかるため、成形の生産性が従来の高張力鋼、アルミニウム等の金属材料より劣るため、近年では脱オートクレーブ法が 徐々に生産現場に導入されつつある。化学反応に使用されるオートクレーブは、耐圧容器であるオートクレーブ本体の他に、攪拌装置、圧力計、安全弁を備えているのが普通である。圧力計、安全弁は、ボイラー圧力容器構造規格により備え付けなければ、ならない。オートクレーブ本体は、多くの場合、高圧と高温に耐える材料で、 作られている。最もよく使用されているのは、オースティナイト系ステンレス鋼であるが、行われる反応によっては腐食の問題が生じる。そのような場合には、反応に応じて、各種の合金が使われる。例えば、高温での水素化反応では、水素侵食が起こるため、それに、耐性のある、クロムモリブデン鋼が使用される。酸性の反応では、耐酸性を持つ材料、例えば、ハステロイや、 インコネルの一部が使用される。また、低圧、重気圧程度まで、専用のものとして、ガラス製のものもある。これには、内容物を視認できるというメリットがある。攪拌装置はいくつかの形式がある。代表的なものは、軸の頭の部分に磁石がついている攪拌バネを、オートクレーブ本体内に備えたもので、外部で磁石のついたローターを回転させ、それによって、 オートクレーブ内の角半バネを回転させるというものである。この他に小型のオートクレーブでは、オートクレーブ本体を固定している台座をクランクにより、左右あるいは上下に浸透すことによって、角拌効果を得るもの。パールの水素化装置はこれに当たるや、通常の小型フラスコと同じように、磁気角半紙を入れて角拌するものもある。圧力計は、ブルドン鑑式圧力計か、 ダイアフラム式圧力計が使用される。安全弁は反応の暴走などによって圧力が高まった時に容器の限界を超えて破裂する前に内容物を外部に放出して圧力を受げるためのものである。安全弁には圧力がある値以上になるとバネで抑えられている。弁が押し上げられて内容物が放出されるバネ式のものや かかっている圧力がある値を超えると破れる金属の板を用いた破裂板式のものが使用されている。オートクレーブは、労働安全衛生法に定める第一種圧力容器に該当するため、内容席の大きさが5メートル以上となる場合、普通第一種圧力容器取扱作業主任者、化学設備第一種圧力容器取扱作業主任者、 イラーギ氏の資格を有する者のの中から作業主任者を選任しなければならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。